はい、今回の企画はサンキュー DIY リクさんとのコラボ。はい、予備すごい、ね、おーすげえ。ハンバーガー。ハンバーガーハンバーガー来た。アメリカンダイナーだから。あ、そういうことか。あ、差し入れビール。あ、ビール、ありがてえ。あ、チュールも入ってます。手紙。あ、チュール、まーちゃんにありがとうございます。え、ビールも開けたいと思ってて。ど、なんてとこですか。日立のって書いてある。日立の、いただきます。キンキンに冷やしていただきます。ありがとうございます。すごいな、予備まで。予備くまさん、まさきくんへ、今回はコラボのお誘いありがとうございます。本物が発動してしまった私から半ば押し付けのアホハンバーガー椅子ですが、ぜひ2人で面白がりながら続きを作ってもらえたら嬉しいです。はい、そんな感じでございます。ありがとうございます。これ椅子ってことだね。ハンバーガー椅子、てかもうほぼ完成じゃないですか。ほぼ完成じゃん。うわ、めっちゃすげえ。作ったんですか。ミクさんすごっ。買ったみたいじゃん。え、これどうやって書いたんだろう。え、かわいい。だってうちらはこれの肉感を出してチーズとかにすればいいんだ。読売新聞です。これコラボ中止やな。ちゃんと予備とか用意してるのがいいっすよね。うちらは失敗することを前提なのが、うん、確かに。頑張ります。ミクさん、ありがとうございます。肉、上が肉、肉、はい、チーズ目玉焼き、チーズ目玉焼き、トマト食っていこうと思います。はい、頑張ります。さあ、バラ、これが汚かった。あれ、全然俺仕組みが分かんないよ。椅子の、はあ、すごいよね。肉さんだから自分で脳内設計したってことでしょ。こんなの作り方ないからね。ミクさんなりのアメリカンダイナーの部屋にはっていう、うん、マックの外で遊ぶとこあるじゃないですか、うん、ああいうとこにありそうじゃないですか。ありそう、ありそう。おー、すごっ。おー、すごい。そういうことか。あ、なるほど、なるほど。タッカーでレタスが、うん、レタスつけてくれてるところが急にポサを出す。そうです、野菜も摂取できる。優しいですね。さらに、おお、すげえ、すげえ、おお、へえ、なるほど、なるほど、さすがです。これがトマト、これ肉、肉。でも俺ちょっと思ったんだよね。最初うわ大変やぞって思ったけど、食品サンプルじゃなくてアメリカンポップだから、別にトマトをリアルに作るとかそういうことじゃないから、はい、言い訳っぽくなってるけど。保険かけた。保険かけた。うん、うん、うん、ってイメージできるな。うちのさ、はい、死んだばあちゃんがさ、はい、ハンバーガー食べとってさ、半分食べるかって言うもんね。兄弟って言うやん。はい、たら上のパンだけ渡す。あ、上と下で半分。珍しい。半分とは。半分だけど。ハンバーグってゴテゴテでいいんやろな、多分な。いいいい。ああ、いいんじゃないですか。うん、これ見えんところも一応デコボコさせておいた方がいいのかな。ああ、どうなんですかね。ハンバーグのリアル感が半端ない。いいコメントするな。いいコメント。どうやろう。良い、綺麗になった。こんな感じですか。うん、うん、サイズも比べてみようかな。はい、大丈夫かも別に。うん、良い、良いかな。
どうすか、どうすか、いいんじゃない、いいですか、お、こっちの方がうまいんまあ見えんとこやでね確かに温めた針金使えば、あ、なんかこっちからよくわかんないけど仕事っぽいちょっと近づいてみます、どうしようかな、赤と青しようかな、綺麗ですよ、これ雲がないです、でもまあ、ぽいっちゃぽい、うんうん、これが下が卵で上が黄色って、うん、あ、なんか俺あのこう四角くこういくのかなって思う、あ、白をバッと見て、うん、こう垂れてるような、はいはい、っていうかイメージだと思う、あ、その方がいい、ミクさんが曜日も送ってくれてるぜ、色が変わってないんで、ちゃんと予備を用意してくれてやつ、これでもいいかなと、プロさんの特別みたいな、あ、それがいいかもしれないね、うん、目玉焼き側が一段のへこんどって、はい、チーズ側をが段差があるよ、ああそれがいいっすね、一回程度さ四角になってさ、プーさんの蜂蜜の時みたいな感じにちゃんとなってなってる、ああ、むずいね、むずい、良いんじゃないですか、いい感じですね、はい、いい腕、下の卵部分はちょっと麺取らなくても、そうそう、型で取るで、うん、そうかそうかそうか、はい、そのまま角張らせてでもいいかもしれない、まあ良さげやね、良いですね、これ下げちゃっていいんだよね、ちょっと、はい、ちょっと下げちゃっていいんだよね、あ、いいと思います。ねえ、結構、ヤスリ、効くね、これ。効きますね。ねえ。ああ、めっちゃいいっすよ。めっちゃいいっすよ、この凹凸感。ねえ。綺麗な丸感が。ねえ、思ってるトマトの、あれに近い気がする。さっきの、ああ、いいっす、いいっす、いい感じになってきた感じですね、うん、いいね、待って、揚げ何、はい、こちらカシオンシーラーとなっております、塗装下地って、まあ、ファンデーションの下になんか塗ってもらうとね、シミとか浮き上がって出なくするっていうやつなので、今回もこれ塗っておけばちょっとスタイロフォームに強度が出るかなっていうことで、ちょっと試して使っていきたいと思います、はい、どう、類面塗ってみる、はい、塗ってみよう、全体に塗り残しがないように塗ってください、手についても洗えるで大丈夫、類にも赤つなぎ持ってきてやろうか、赤つなぎ、うん、いいんじゃない、切るかさすが図工女子、図工女子お、似合うな、2号クマ2号あ、手についたのか、うん、手にめっちゃつくやん、いいよ、いいぜ、手ついても普通に洗えるで、ね、手やで、ファンデーションの下に塗るとそう、化粧が長持ちするようになりますからね、寝てみてる、寝てきた、あ、じゃあできた、塗り残しはないですか、うん、おう、うん、仕上げる仕上げる OK 待ち
芸人。はい。はい、こちら木工用ボンドとなっております。水性なのでね、手についても簡単に落とせます。ウォータープルーフってわけにはいかないけど、まあ乾いたら水も弾くので夏場でもポンポンと仕上げにお顔につけていただいたらツヤ感のある仕上がりになるかなと思いますよ。はい、じゃあちょっとトマトのね周りのツヤ感を出していきたいと思いますよ、はい、トマトはツヤツヤの方がいいじゃん。こんな気が。トマト。でもまさかのミクさんからこっち方向と思わなかったよね。ミクさんなんか引き出しとかさ、確かにそういうの得意な人で、いきなりミクさんが新境地開いてくると思う。文字が消えねえ。まあ見えんとかやな。そうか。ここしか見えない。こんな頑張ってるのに。そのトマトの柄はだからただの自己満。自己満。せっかくならっていう。せっかくならトマトに。なんか。おお。おお。これチーズが美味しそうになればいいな。うん、おおめっちゃいい。めっちゃ裏も塗りたくなっちゃうな。お肌の艶がね。いっぱいいる。熊ねいっぱい。よし。よい。トマト。そう。パキパキな色だな。この夏のコントラストにこの赤が合いますね。いいコメントしたな、俺今。ほんと？大丈夫か思いのほか傾斜が強いと言っちゃう。意外なところから撮れたか作ってきやがるな。で、撮れてないんだよ。こんな感じかね。はい。これ以上分厚いと。そうですね、横だけ。うん。おぉ。いいんだろ。ハンバーグ。ああ、でもハンバーグみたい。スタイロフォーム 100% パーティーとなっております。ただのスタイロフォーム。これしょうもないこと言ってもいい？はい。ミクさん、初めての共同作業ですね。これ色ちょっと違うのかも。オッケー。ラッキーか。でもなんかちょっとだけ入れるとかいいね。うん。あ、うん。ここがよくわかります。ここに黄色全部入れてみてどうやろ。赤多すぎるかな。あのスズメバチ寄りの黄色ってことですね。チェダー味いいんじゃないか。いいんじゃない。あ、いいんじゃない。来た。あ、いいんじゃない。うまそう、うまそう。意外と多分入れちゃって、結構入れちゃってもいいような。来たね。
しいと思う。マサキアン採用でよかった。俺のあの最初の失敗のやつ画面越しに見るとすごいな。いい感じ、いい感じ。なんかプーさんのハニーハントみたいな一回しか見たことない。うん、もうなんかいいんだ。うん。ポップでいいっすね。うん。卵のチーズの出来やばくねえか。それやばいね。紙やすりいい仕事したね。うん。卵の方がへこます感じの。立体感が出ましたね。うん。ほい。もう一回ご紹介のし直し。ここはミクさんが。さすがやね。この作り方にしようと思ったのがさすがやね。右手左手とまず。ほんとじゃん。うちら送ったやつでミクさんが分かったかどうかが心配になってきた。トメイト、トメイトってことよね。ってことっすね。トメイト、ビーフパーティー、ビーフ 100%、 ビーフ 100%、 100% ビーフ、ウエストランド入口。卵とビーフって卵が上？あ、でもこれバランスいいな。これだ。これやね。完全これだ。しっくりきた感じする。ういうい。もう頑張るしかないか。おやいおやい。おお、これだ。これ来た。来たね。これボンド、あの、肉にもボンド塗ったの、正解やね。正解ですね。このおもちゃっぽさが出たっていうか。うんうん、うわー、よかったー。ミクさんに俺は伝えたいことがある。自分の部屋に置ける置いて許せるクオリティにできる自信がなくてボツってたんだよね。ほうほうほう。なんていうか DIY やなら分かると思うし、 DIY チャンネル見てる人も分かると思うんだけど、作れなくはなさそうだけど作って気に入るだけの出来に仕上げれるかっていうことですやん。これはちょっと、これは素晴らしいです。これ素晴らしいね。はい。はい。終わりました。終わりました。ミクさんできたよ。どうですかね。こんなによくできると思ってくれてましたから。ね。はい。ぶっちゃけどうなのか。ぶっちゃけどうなのか。思ったより良かったのか。はい、痛いね。はい。でも多分こういうアイデアはあんまりなかったんじゃないですか。ボンドで。あ、コーティングしたり。はいはいはい。あね、トマトの皮のツヤ感出すのとか、結構悩んでたの。うんうん。チーズとかも。そんな感じです。はい。はい、ミクさんの視聴者さん、こんな感じで、ゆるく、普段は二人でやってます。はい。動画もミクさんのとこで前半を見て多分来てくださってると思うので、うんうん、これプラス、うちらが前半こうやった作品も、後半ミクさんが仕上げてくれるバージョンもあるので、はい、期待して2週にまたがって楽しんでいただければと思います。はいはい、こんな感じで、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、せーの、1、2、バーギー。